せっかくお金出してるんだもんね。
はい、トロちゃん、トロちゃん、トロちゃん、ボーカルもうちょっと上げて、ボーカルもうちょっと上げて、ボーキーさんのボーカル、ボーカルもうちょっと上げて、ボンキーのボーカルは2番か3番かどっちか、2番、もうこれじゃ無理、無理、はい、はい、か、あとマスターも、メインあげる、マスター、これ、マスターあげるわ。あ、頭が OK やな。トールさんのちっちゃめで。はっ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 。いや、ちゃんとね、コーラス入ってもらうなんかもねえな。今日はアリンコ屋さんのね、7周年のお祝いに寄せてもらいまして、おめでとうございます。大変なことやと思いますよね、こんなね、ご飯屋さん7周年も続けてるということで、これはね、子育てしながらお子たちも大きならはって、ペッピーちゃんとかわいこちゃんと、イエーイ。今日も来たらピッキーさんヤッホー言ってくれたから漫画に行くでしょ、めっちゃ漫画。あとね、なんかこうかるわな。いつもありがとう、いつも応援してくれる。どのバンドでやった時もね、一番前でね、来てくれて、ほんまにちょうだい、大事に背中に来れない。お年寄りはもうええわ、思ってね。これからはあの小さいお子たちを、はい、そういうのないですよ。そうよ、そうだよ、そうだよね、ファン育てていくということで、今日はあのこんなね、アットホームなフレンドリーなお客様の声でやらせていただきました。どうも、初めてでしょうか、はい、あ、どうも初めまして、ピンキーと申します。一位じゃないですか。そうですか、お病は分かんないけど、私もあのまま言いますね、忘れちゃいます。ミュージの話また後でさ、後で一緒に、はい、あの楽しく乗ってくださいませ。今日は楽しんでくださいませ、ありがとうございます。そしてね、あの今日は初めてのお客様のお参りで、はい、前多分お会いしてますよね、ハリントのお客さんです。女性さんでございます。ちょっとあのしばしばやかましいですが、辛抱して聞いてくださいませ。ただ何を隠そう、今から昭和歌謡でございますので、一緒に口ずさんでくださいませ。そうですか、お姉さん方に受けるかと思って、今日はね、用意してまいりました。そらひばりさんやら、みそらひばりさんを歌ってるかと思いますので、ちょっとギターを聞いて、うるさい、うるさいか、うるさいって、音あり、近所から怒られるで、そう、まだ2回の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 まだ、今日はね、なんか前言ってうるさいよ。うるさいよ。2年前ですかね、私たちこの一姫サンタローズが、ね、はい、ここでね、デビューさせてもらって ね、あれから、あの時はあのカホンで、カホンで、ちょっとクボジさんが肩の方でおって、ここでバンバン叩いてて、はい、あのデビューの日からあれから早2年経ちまして、はい、またこの周年に呼んでいただきましてありがとうございます。これからも、はい、末永くよろしくお願いいたします。お店のご繁盛心よりお願いしております。頑張りましょう。ではよろしいですか、はい、はい、では店がひばりさんの名前真っ赤になったよね。はい、いちいちよ。渚を走る二人の
見えてる、その眼鏡。見えへん、見えへんねん。どこを押さえてるかよう分かんない。私もここあるけど、何にも見えへん。これ目見えへんもん。前2人で頑張っております。温かいご声をお願いいたします。目見えへんもん。えらいことや。もう出だわりばかり歌っておりまして、出だわりばかり弾いてもらったこまで。さあさあ、次の曲が次は鬼門やで。知らん、それは何だって毎回やってんねんけど、毎回一緒なんねんな。そう、山ほどやってるけど毎回間違えてるんだね。何が苦手なのこれの。だからメロディーがもう覚えられてる。メロディー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 飲みたい日生飲みたい。さあ、そうですね。50個ぐらい聞き直したい。トールさん、メガネ変えた方がいい。さあさあ、メガネ変えたとで一緒のことやねんな、これな。そうそう、メガネのせいにしようと思ってんだろ、これ。そうや。じゃあ、メガネどこで買うたか言わな。そうそう、このメガネよう考えたら、そうや。造平さんの息子さんの店で買うた。息子のせいにされた。めっかり言えない、めっかり言えない。どこやったっけ、ドーム前地、ドーム前の清崎のジオンのジンズ、はいはい、でかいね。ジンズってあの若い子ばかりが買いに行くとこのメガネ屋さんやね。そんなとこで買いに行く。なんかモテないんちゃうか。年寄りには無感なっちゃいます。さあ、ということで苦手なことをやってみましょうか。はい、シュリエイコさんの、次の季節に雪が来たら乗るよ。スーツケースを下げて
前の。何しみたんじゃ。みんなお前の手元しか見てないね。でやね。ミンデーさ。さらっと流されちゃう。さらっと流されえんねん、俺が。全然見えへん。もしもよ、こんな顔してやったら、その顔なあ、その顔よ。今日あのね、うちあの一姫サンタローズで、私、お姫様と、はい、3人の太郎さんにね、守っていただいておりまして、そしてね、いつもベースで持って、あ、それメンバー紹介してなかねな。はい、すいません。メンバー紹介、先からちょっとややこしい顔してギター弾いております。ギターの、はい。ややこしい。柳沢徹。そして、マチボ、はい、マチボマチボなのいつも頼りにしておりますうちのドラムの、はい、久保英一さんでございます。そしてちょっとね、先ほども言いかけましたが、いつもここでね、片口博さんっていう方にベースを弾いてもらってるおるんですが、今日はちょっと大人の事情で、はい、お休みなので、いつもたまにね、助っ人でもうお願い弾いて弾いてって言うんで、私が頼りにしております。二段落でございます。よろしくお願いいたします。いちごさん、それ私の作ですね。入るんかいよ。まだ余ってるやろ。ちょっとそんなことで優しいわ。ちょっとぷかぷか気味ですね、私の作。いつも私が来ておりますから。かわいらしい。ちょっと指長いね。ボタンぶちちゃうわ。ぶちちゃうわ、あれ。ちょっと引き抜いて。襟落ちないで、襟落ちないで、お前。ここは落ちないで。ボタンぶち分かれへんね、あれだ。ボタンかけ違えてるやん。わざとちゃうのこれ。見てごらん、みんな何やかんやで目立とうとして、やりやり誰がどんだけ目立つかということで、さあさあ残すところ、今日は本当はね、いちごサンタローズはある大阪で歌ってあります大西ゆかりさんって方の歌がそういう歌わせてもらってるんですが、今日はね、ちょっと昭和歌謡などお姉さんがいらっしゃるって聞いたので、出身が前から電話入っておりましたので、今日は、ね、昭和歌謡をご用意させてもらいまして、はい、ありがとうございます。ということで、皆さんのね、ご存知の昭和歌謡ばっかりを歌わせていただきまして、それからフライヤーも一応用意してますんで、ね、そう、今思ったよ、話続け思ったよ。いや、あそこにちょっとうちのフライヤーがございますので、また僕が会社のプリンターで見せるようにお願いします。フライヤーの主人チラシ、それがシチュラのお姉さん、ちょっとあまり公共の現場では流されているような内容もまだ歌っておりますので、そこはまだよろしかったら、他には欲しいですよ。いやいやいや、もういっぱいあるから持ってやってください。こっちはちょっと、そんな歌歌っていいの、ちょっと鼻かみとかに言うと思った。あ、よかね。まあ、昨日おちゃんから2000円あるからあげる。俺じゃあ2000円で何じゃん。ということで、うちのジネサンタローズの持ち時間も、持ち時間というか持ち曲も残すところ、この2曲をまだ2曲歌うんで、はい、歌います。はい、ありがとうございます。じゃあこれもお姉さんたちにお力をお借りしような曲でございます。私が客席の方に回らせていただきます。怖い伊勢崎町ブルースです。失礼しといて。Oh, yeah.
今うまいこと言うたら私どんなどうやったみたいな顔したの。ありがとうございます。